始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは売買の効力に、進みましょう。テキスト198ページでございます。で、法律効果として、我々がですね、契約を考えるときにはまず当事者の意思に基づいた効果というのが出てきますね。で、それのことを意思に基づいて発生する義務ということですから意思義務という言い方をします。それ以外にも、法律がですね、さまざまな政策目的を達成するためにある契約に特別な効果を与えるということはあり得るわけです。で、これ法定義務とか法定効果、意思効果とか法定効果なんていう対比でよく言うことを言うんですけどね。で、売買契約についてはまず555条を、見て分かりますように、この売買当事者の一方がある財産権相手方に移転することを訳し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを訳すと言ってるんだから、この財産権移転義務と代金支払い義務というのはこれはもう意思効果だということはわかるかと思います。で、売買の効力としてですね、買い主が例えば、財産権移転請求権、これ義務履行されたときにその目的物を受領する義務があるのかどうかという問題があるんですけれどもね、日本の民法の413条、これ債権総論の規定ですね。で、受領地帯という形で、この債務者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができない場合において、その債務の目的や特定物の引き渡しであるときは、債務者が債務の履行を提供したときはその引き渡しをするまで自己の財産に対すると同一の注意によってその物を保存すれば足りるというような形で、まあ、目的物の、保存に関する義務が軽減されると、全館注意義務から自己の財産に対する同一の注意を持つという義務が軽減されるというような効果しか書いていないけれども、この受領地帯と言われるやつですね、これが、義務なのか、それともそんな義務はないのかという考え方が伝統的に対立があります。どういうことかと言いますと、受領義務を認めるんだと、だとすると受領地帯というのは一つの義務違反ですね。債権者は権利があるだけじゃなくて目的物を受領する義務があるんだというと、受領しなかったら義務違反なんですよ。そうするとこの受領地帯の効果というのは一つの債務不履行として構成していかないといけないという議論は成り立ちうるわけです。いやいや、そんなことはない、受領義務ないんだというのであれば単なる、法定責任なんだということになってくるかと思います。で、つまり受領地帯に関してですね、債務不履行なのか法定責任なのかということは、これやっぱ考え方が差がありうるということです。それからですね、そうだ、558条か。これちょっとワンセットで知っておくといいかなと思うんですけども、これですね、558条。売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合で負担するというわけですね。例えば契約書を作ったと。で、契約書を作った時に、これは司法上の要請じゃなくて税法上の要請として収入支払わないといけないですね。で、買い主と売り主両方2通作るでしょうから、収入支2枚必要ですね。で、これは、当事者双方が等しい割合で負担するから、だから、折半でいいということになるわけですね。が、これとですね、もう一つ弁済の費用というのがあって、485条ですか。はい。で、弁済の費用について別段の意思表示がないときはその費用は債務者の負担とするというのが、これが原則でございます。したがって、例えば、代金を支払う、買い主が代金を支払うという債務を負ってますね。で、この時振り込みしないといけないと。で、振り込みの手数料をどうするのかというと、これは基本的に振り込み人である買い主が負担するのだと。これ別段の意思表示がない限りというのはそういうことでございます。で、これ、だから売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合で負担しますが、これに対して、弁済の費用は債務者が負担する。これが原則的なモデルになっているんだということでございます。それから、過日収支権の問題、まあ、あちこち飛びますが、89条ですか。こんな感じかな。
天然果実はその岩物が分離する岩物から分離するときにこれを収取する権利を有する者に帰属する。それから法定果実はこれを収取する権利を存続期間に応じて日割り計算によりこれを取得するということで、賃貸アパートを賃貸してるままね、大家さんが変わったなんていう時はその賃料っていうのは日割り計算で、分けていくことになるんでしょうね。でこれ通常控訴の負担、要するに固定資産税どう払うのかなんていう時も同じように考えていくことが多いようです。で天然果実の方はいいですね。これはブドウ園を買ったと、ブドウ畑を買ったという場合にだから収穫時期に所有者だった方が持ってるのだというようなこういう話ですね。それから575条ですか、まあこの辺も条文見ていけばですね全部わかる話なんですけれども、まあ、こういう時にちゃんと見とくといいかもしれませんね。575条、1個、まだ引き渡されていない売買の目的とは果実が生じた時はその果実は売り主に帰属するのだと、そういうことですね。引き渡しということを、契機に考えているようです。それから2項、買い主は引き渡しの日から代金の利息を支払う義務を負うとかですね、こういった形での、まあ、認規定が置かれているのだということでございます。で、これ何を言ってるのかと言いますと、本来、売買契約した時原則としてその所有権いつ移転するかというと、原則特約がない限り契約時に移転すると解釈しますね。だから、引き渡しの前にね所有権というのは移転してるはずなんです。所有権の移転ということと引き渡しの時期というのは必ず同じだとは限らないですね。そうすると原則として契約した時点に所有権というのは売り主から買い主に移転されてるんだ、でその後に引き渡しをするんだということですね。でこれ、この果実との収集権と、それとこの代金の支払い義務、これ相殺できるんだと、似たような金額になるから、まあ、便宜的に相殺していこうという、こういうモデルで、考えていくということでございます。はい、ここまでが、基本的なですね、まあ、いくつかの問題、について条文ちょっと確認しておきました。効力の問題です。で問題はこの先でございますね。ここからがややこしい問題が出てくるわけです。 Oh!